払うんだよ。ほら、来週には必ず、もう勘弁してください。兄貴。ああ、すみません。本当はこんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組って、いや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。金は払わないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。すみません、もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。おう、何やってん、おら。おう、お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むか、ボケ。何もんや、お前。見とったで、キリュウちゃん。兄貴、キリュウって、あの。そうや、堂島の竜。キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、真島の兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは。えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの方どないしようか。すんません、まさか、キリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。
けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や、その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、はい、覚えておきます。でも、あ、でも何や。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちゅやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくげ。気は済みましたか。ああ、その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ、ふん。分かったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずーっとな。何。でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん、楽しみにしとってや。ワクワクするで。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、
お前、妹はどうなんだ。来月、もう一度手術だ。多分、次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメなら、もう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって堅いから金をむしるのは、どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。
ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわぁ、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセイ指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう。大事にするね。ああ。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か。嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ。別にいいけどさ。おう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって。柏木。すみません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、
そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、ユミと錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。堂島組長。桐生組長が弓を無理やり。だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。弓、弓。おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。行け錦、弓を頼む。キリュウは。行け。Thank you.
ざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よかはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で、急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。シンジ、ユミを頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。たく物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してるな。ああんただろう、自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜。堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。東条会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。誰の命令だ。世良会長だ。東条会の三代目だよ。何だと。